リヒャルト・ハイン・リヒルート・ビヒ・アベナリウスは、フランス・パリ生まれのドイツ、スイスの哲学者。オーストリア出身の物理学者、科学士や哲学者のエルンスト・マッハと共に経験批判論の創始者として名高い。1843年11月19日、フランス・パリに生まれ、ライプツヒ大学に学んだ。百六十八年、オランダの哲学者、神学者である、 バールーフでスピノザの半身論に関する論文で PhD を取得。1876年に渡し講師を務め、翌年の1877年から1896年のに亡くなるまでドイツの哲学者で中立ヒ大学にて教授を務めていたビルヘルム・ビンデルバントの公認として中立ヒ大学の教授を務めた。 1888年から1890年にかけてアベナリウスの主張でもある全二巻からなる純粋経験批判を表した。1891年には人間的世界概念を表した。1896年8月18日にスイスチ中立ヒで亡くなる。アベナリウスは論理実証主義に大きな影響を与えたが人間の経験を数学的や 独特の用語や記号で表現しようとしたため、唯物論を支持する人々から激しい批判を招いた。ありがとうございます。